はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。今ですね、南淡路のおのころ島神社っていうところにいます。先ほどですね、イザナギ神宮に行きまして、そこから車で南下しまして、ここもね、イザナギイザナミの神社ではあるんですけれども、まあいろいろですね、この淡路島というところはこの神話の中でもですね、非常に重要な地位を占めている、日本にとってもですね、極めて重要なですね、場所であるということなんです。で、ちっちゃい頃に一回淡路島に来たことあるんですけども、海水浴でね、大人になってから初めてでして、しかもね、この淡路島っていうところが、この日本人、その日本の神話にとってここまで重要であるということを認識してからですね、もちろん初めてなわけですよ。後ろにあるのがですね、この日本三大鳥居の一つと言われている、でかい鳥居ですよね。で、この鳥居の赤とですね、この青空が非常にコントラストがマッチしてましてですね、最高っすよね。ほんで、まあガーッときますとですね、まあ、こんな感じですね。まあ、いつもの田んぼにちょっと似てるような感じですよね。で、こうやってまた俺のところがで、オーラがガーってくるってね、面白いですね、これね。でーんでーん、もう一回やりましょうか、これね。なんか太陽が後ろにあるわけね、こうなってるでしょ。で、これがバックに来まして、でーんでーんもう一回やろう。でーんでしょ、こうやってね、でー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 という感じですね。まだね、仲間たちが神社の方にいるみたいで、でここで僕は撮影をしてるわけですけども、なんかね、最近思うんだよね、もうこの人生でさ、もう俺いつ死んでもいいかなと思った。なんかなんとなくね、うん、もう俺やり残したことはないんだよね。というか、もうやり残すということ概念がなくてさ、その結局ね、俺たちのこの人生とか、これ生きてるっていう実感っていうのはさ、頭の中の、まあ、記憶が再生してるだけなんだよ。わかります？だからね、生きるっていうのは、まあ、肉体の消滅とか、ね、そういうふうな肉体のあるなしなんだよ。で、肉体を消滅したら、まあ、死っていうふうになるんだよね。でね、さ、じゃあ死んだらどうなるかって話なんだけどさ、まあ、これ死後の世界がどうかっていうことに対して、死後の世界はこうなんですよっていう言い方をする人は俺基本的に信じてないわけね。なぜかって言ったら、まあ、例えばその三途の川があって、ね、そのあっち渡ったら天国がなんだらっていうわけでしょ。で、俺そうやって見てきましたとかですね、言う人は俺基本的に信じてないわけ。なんでかって言ったら、行ってないんだよね、結局死後の世界のその人たちは。こうやって生まれ、こっちに帰ってきてるっていう時点でその人は死んでないわけですよ。どんなにね、心拍が停止して、それは1時間経とうが2時間経とうがですよ、それこそ仮想寸前まで行って、それで目を覚まして、うわ、俺死後の世界行ってきたっていう風に言う人いるかもしれませんけども、あれ行ってないですからね、死後の世界にはその人たちは。で、医学的に何分その心臓が止まったら死であるという風な認めることあるんだけども、でそれは人間が一応便宜的に決めたわけだよね。さ、なんかそのあるんだよ、そういうね、これ以上心配止まったら、死と見なさないとさ、やっぱりね、ずっと置いとくわけにはいかないじゃんっていうことで、それはあるんだよ。でもそれ結局でも人間が決めたことだから絶対ではないわけですね。で、まあもうこれは普通に医学的に言うと死というふうに認めていいんじゃないかって言ったところから生き返る人いるわけですよね。じゃあその人たちはデーンね、その人たちは本当に死んだかって言ったら実は死んでないわけね。人間が医学的に決めた死というものが絶対ではなくて、帰ってきてる以上ですね、行ってないんですよ、うん、だから行ってきた人は絶対に帰れないっていうのが死の、まあ、条件ですよ。これはもう論理学の問題、数学の問題ですよね。つまりもうね、論理的に言ったらそう言うしかないわけで、その人たちは、いや私はもう死後の世界行ってきたんですよという人は、その辺の分かってないわけですよね。だから実感として、リアリティとしてさ、脳が構成したものとしてはあると思いますよね、行ってきました。でもそれはね、生前にその脳にいっぱい蓄えた記憶を再構成してるだけなんだよね。だから多分ね、その三途の川っていうのも、まあ、これは我々聞いてますからね、三途の川っていうのがあるってことで、三途の川っていうのはおそらく僕の考えでは、まあガンジス川だと思ってるわけ。ちょっとそれはね、また説明すると長くなるんだけども、まあ、東洋人ね、特にヒンズー仏教あの辺りはですね、三途の川っていうのがやっぱりガンジス川っていうのをちゃんと受けてるわけですよね。じゃあ西洋人どうかって言ったら、それはトンネルだったり階段だったりですね、
いろいろあるわけですよ。だからその生前に死後の世界ってはこういうものですよとかですね、いやそこまで聞かなくても集合的無意識っていうものの中にですねある記憶が、まあ、再構成されてるだけなん でそれを死後の世界というふうに、まあ、錯覚してんだよね。だから帰ってきた人はもう一回言うんだけども死んでませんから、何回も言うけどね。じゃあ本当に行った人はどうなのかって話なんです。で本当に行った人はですね、実はもう俺分かったわけ。何かあったら結局ね、肉体があるかないかっていうことと、あと肉体が作り出している脳ですね、その中の前頭葉ですね、特に記憶ですよね、記憶があるかないかなんだよね。で我々の性というのは記憶の再構成でしかなくって、その記憶を取っ払ってしまったら、性も死も同じなんだよ。わかります？もう一回言いますね。生きているっていうのは何かったら本質は記憶なんだよね。記憶に過ぎないわけ。もう肉体でさえも関係ないんですよ。肉体のあるなしっていうのは非常に相対的なものじゃないですか。別にね、これ意味いっぱいありますけども、これも肉体も持ってるわけでしょ。でここにいろんななんかそのタバコの吸い殻とかありますけども、これも一応物体としてあるわけじゃないですか。その物体とこの肉体っていうのは基本的に本質的に違いがないんだよ、量子レベルではね。全部同じない。ほんでもうあまねくあるこの魂の中にですね、まあ、たまたま何らかのその肉体があって、その中に脳があって、でそれが作り出している記憶っていうものが我々が生きているという実感を生み出すだけなんだよね。だからこの辺の話はですね、言葉で言うのは結構難しいかもしれないけども、でも伝わる人には伝わってると思う、うん、要するにね、これデーンってことなんだよね。デーンってことだったやつは、うん、本質はそうなんだよ。だから記憶が再構成してるだけだから、まあうん、そんなもんなので、記憶ってのは任意にいくらでも塗り替えたりできるもんだから、何一つリアリティないんだよね。でリアリティがあるとすれば、唯一今この瞬間、この今これがですね延続するだけで、今っていうものは生きてようが死んでようがずっと続いてるわけでしょ。もうずっとこの宇宙全体にですねあまねく存在しているもの、これを俺たちは神っていうのかもしれないんだけども、まあ、人がいっぱいいんだよねそうかもしれないんだけどさ、その中でなんとなく俺ら記憶を持って生きてるだけなんだよ。そんだけの話だからもう俺はだから生きてるように思ってるんだけど、生きてると錯覚してるだけなんだよね。所詮もね、所詮は生きてると錯覚してるだけなんだよ。記憶が錯覚させてるんだよ。だから本質は生きてもいないし死んでもいないんだよね。だから我々は死ぬこともなければ生きることもないし、生きることなければ死ぬこともないんだよ。それが本質だよ。でそんなこと言ったら身も蓋もないと思うかもしれないんだけど、身も蓋もないね、この宇宙に俺らなんとなく生きてる錯覚してるんだから、じゃあ何やってもいいんだって話なんだよね。で我々にとってのね恐怖って言われるのも、これも記憶の再構成でしかないわけよ。単純にね、昔犬に噛まれましたね、犬が怖いんです、これ記憶の再構成だよね。それと同じで、まあ、いろんな情報を受けるわけですよ。テレビ見たり親の言葉とかですね、友達の言葉とかですね、いろんなこと聞いて、それを単に再構成して自分で想像してるだけなんだよね。何一つリアリティってないわけで、リアリティってのは常にこの今であり、記憶を超越したところにあるサムティングなんだよね。うん、だ所詮そんなものだから。でその恐怖っていうものが我々の行動とかいろんなものをね、その前に進もうというものを妨げてるわけでしょ。でも所詮はね、そんなもん自分で作ってるだけだからさ、何一つリアリティがないものわけね。でリアリティがないものに対してそのああだこうだ言ってるだけなんだよね。ということはさ、その魂に目的があるかどうかって分かんないし、まあ、俺は別にあってもなくてもどうでもいいと思ってるんだけども、所詮そんなもんなんだから、もうやりたいことやろうと、ただそれだけ、俺が言いたいことはただそれだけ、うん、自分たちが勝手に作った恐怖とかなんやかんやでですね、なんやかんや悩んでるわけですよ。悩みも全部幻想だからね。でもやっぱりこうやって俺ら一応記憶持ってるわけだし、こうやって生きてるわけでしょ。なんか楽しいという感覚もあるわけだよ、なんかするとね、美味しいという感覚もあるしさ、うん、でどっちがいいかったらさ、まあ俺その方がいいから、楽しいとかなんとか思ってる方が俺いいから、だったらそっち選択しようというだけの話、うん、シンプルにシンプルに考えたらいいんだよ。伝わるかな。まあいいや別に、うん、ディン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 というわけでした。はい、どうもありがとうございました。